続いてはこちらです。旧約聖書ダニエル書第7章に予言されている最後に世界に君臨する唐十の角を持った第四の獣、第四の帝国とは EU のことであるというのが聖書研究家の大方の見解ですが、その他に出てきた一つの角のために三つの角が抜け落ちたとは、 EU 大統領が登場して主権が制約されたのでイギリスなどが EU を離脱したと読めるのですが、飛鳥先生のご見解をお聞かせください。いや、そういうことでしょ。そういうことでしょ。そうですか。イギリスが離脱したのは偶然じゃないですよ、うん、あれによってイギリスはロシア・イスラム連合軍から逃れられたんですから、うんうんうん、EU じゃないんだもん、はい、そうですね、イギリスだけ助かるん、うん、アメリカだけも助かる。ロシアは中距離弾道弾使いますから、フランスにも当然着弾します。死の灰放射性物質ばらまかれますけど、うん、イギリスとアメリカだけが無事なんです。なぜかヨーロッパには西から東へ向かって貿易風強い風が吹いてますから、イギリスに降らないんです。はあ、降らないんですよ。降るのはヨーロッパ、東ヨーロッパ、そしてロシア、はあ、もっと中国、日本、アメリカは太平洋を挟んだまだ向こうですから、うん、最小被害で済みます。助かるのはアメリカとイギリスだけです。日本ももっと言いましょうか、うん、助かるのはロスチャイルド家とロックフェラー家だけは助かるんです。大西洋はロスチャイルド家のものです、うん、そうですよ。太平洋はロックフェラーのものです。ロックフェラーはロスチャイルドが作りました、うん、ですか。プーチン、これはっきり言っておきますね、アングロサクソンのやり方は先に手を出させるんです、うん、日本はまんまと引っかかってパールハーバーに攻め込んだ、うん、今はプーチンを揺さぶってる。とにかく早く攻めてこい、攻めてこい、はいはい、ほらイギリスが抜けて、はい、EU はこんなに騒ぐぞ、パワーバランス崩れ